剣道家チャンネルの吉田進です。福島の原発事故以来、この放射能汚染、放射性物質によります食物汚染のことが大きく、ね、懸念をされております。現地のお米でも大量に発生しております。そして私どもが一番心配しているのは、小さな子どもさん方に対する学校給食が強制的に食べさせるということで、これらには絶対この放射性物質が含まれるべきではないという考えのもとに、このいろんな提案をしてきておりましたが、今回この議会の決議、そして住民請願というものをこうした見地で、ぜひこの全会一致で採択してもらいたいと思っている次第です。委員会では私も含めて全会一致で賛成しました。ところで、今この食べ物のこの放射性物質を検出するということで、さまざまな方法が今言われております。この給食、出来上がった給食を1食分にして検量する機会も出ております。これを学校給食の放射線の線量を常時検査しようというような考えで、機械も作られたものが導入されたというような記事があります。先日は同じような新聞記事に、この食材を食べる前にこの検査をする、1食分のものを取り出してこの箱等に入れたものを外から観察できるというような機会があるとできたという報道がありました。こちらにはまた私のところにパンフレットを持ってきた方がありまして、この放射性物質に限らず、その前のカドミウムというのが以前大きく問題になりましたが、そうしたものを測定する機械がこの新しく開発されたということがご案内がありました。別にはこの特定メーカーを推奨するというわけではありませんが、これはこの食品の中で事前にこのサンプルを取り出しまして、食材レベルを数十種類単位でこの放射性物質を測定できるということで、給食1食分の食材を事前にこの放射性物質の含有量を測定できるということを特徴にしているそうであります。そうしたさまざまなご案内も私もいただく中で、この本当に子どもさん方のために、やはり何とかしてでも測定をしていかなければならないという考えのもとに、さまざま研究をしていきたいと思ってますし、この必要な提案というものは議会に、この行政にしていく考えであります。終わります。吉田勉でした。